この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。キャラクターデザインをしたいんだけど、なかなかまとめるのが難しい。どうすればいい感じのデザインができるようになりますか、という声をよく聞きます。今回はそんな声にお答えして、キャラクターデザインのコツということで、僕がいつもキャラクターデザインをするときに考えている過程をすべてお見せしつつ、その過程で考えていることや大事なこと、キャラデザのポイントで、これさえ知っていれば魅力的でまとまったデザインができるというコツを3つ紹介していきたいと思います。そして今回のデザインのお題がこちら。じゃじゃん。今回のコンセプトはこんな感じで書いてみました。これは僕が以前紹介したデザインをする前に書いておくとデザインがよくまとまるよっていう自分向けの発注書ですね。今回デザインしていくキャラクターの内容が書かれています。一言で言うと、めんどくさがりな悪魔、性格はだらしない、背景は細身で、衣装は可愛いドレス、色のイメージは白黒ピンクですね。ということで、まあこれ全部最後まで守る必要はないです。もちろん途中で変わって全然 OK なんですが、途中で変更点が出てくるにしろですね、実際にデザイン作業を始める前にこんな感じでキャラクターのイメージを最初に考えておくといいですね。なぜかっていうと、デザインがまとまらない人っていろいろな要素をあれもこれも詰め込みすぎちゃって、最終的にまとめられなくなっちゃって諦めちゃう、そんなパターンが多いからです。なのでまずはこんな風に発注書を書いて要素を絞る、これがね非常に重要です。さあ、それでは早速始めていきましょう。最初のポイントはこちらです。ポイント1、ミニキャラで書き始める。はい、まずはミニキャラから書いていきますね。前回キャラデザの講座をやった際には素体から書いていく方法を紹介しましたが、今回は素体からではなく手書きで順番に書いていく方法で解説していきたいと思います。なぜミニキャラから書いていくのかというと、一言で言うとシルエットの整えやすさですね。皆さん絵を描くときにこういう言葉聞いたことないですか？絵を描くときにはシルエットを考えるのが大事だよ。特にキャラクターを作るときには遠目で見た時の個性的なシルエット、これを大事にしよう。シルエットっていうのは絵を全て塗りつぶした時にできる影の形のことなんですが、この影の形で特徴を表すことができれば遠くから見ていてもそのキャラだと一発でわかるので、デザインとして優れているって言われているんですね。でもシルエットを考えるにしても、等身の高いイラストだと細部をたくさん描き込む必要が出てきますから、その全体のシルエットを考えるのも難しいですよね。なのでまずはこんな風に一旦等身の低い状態でキャラクターを考えていくことで、細部は一旦置いておいて特徴的なシルエットだけを考え出すための第一ステップを着実に踏み出すことができるんですね。ほら、見ているとリアルな等身のキャラだと難しそうですが、等身が低いキャラだったら描くの簡単そうじゃないですか。こんな風にグレーで線の中身を塗ってあげるとシルエットで考えやすくなりますね。さあ、ここから徐々にキャラクター作りに踏み込んでいくんですが、今回のキャラはめんどくさがりな悪魔ということで、そうですね、タイダの悪魔ちゃんっていう名前にしましょうか。タイダの悪魔ちゃんは面倒くさがりなので、とにかく自分で何にもやりたくないと思うんですね。お勉強もスポーツも料理も洗濯ももうなんなら歩きたくすらない。だから自分では何にもやらないっていう見た目にしたいですね。そうなるとタイダちゃんに代わっていろいろと身の回りの世話をしてくれる人が必要になると思うんですけど、そこで思いついたのがこのツインテール。ツインテールくんがタイダちゃんの身の回りの世話を全部やってくれるみたいな感じにしちゃおうかなって思います。いや、ちょっとねまだ何言ってるかわからないと思うんですけど、色はまだ塗らないですが、明暗のバランスはこの時点で大体決めていっちゃうのがいいですね。あと悪魔なので角っぽい要素も入れたいんですが、ちょっとここで角の形状をいろいろ試行錯誤していますね。真ん中に寄せたり端っこにしてみたり、あとは大きくしてみたり、細かい凹凸をつけてみたり、
ちょっとねよくわかんなくなっちゃいました。まあ最初のが一番可愛かったですね。最初のにしましょう。これねよくあります。あとちょっと顔の印象が気になってですね、もうちょっとミステリアスな印象にしたかったので、前髪を伸ばして片目を隠しつつ、でもこれちょっと僕の癖で釣り目をついつい描いちゃうんですけど、タイダちゃんはだらしないのがアイデンティティなので、なるべくやる気のなさそうな目にしてあげましょう。まだちょっと全体的に寂しい感じがあるので、どうするかというと、ツインテールくんは結構世話焼きというか気が利くやつっていう設定なので、ツインテールくんをちょっとらしくデコっていきましょうか。例えばこんな花柄とか、ちょっと違うか、あ、なんかこういう目がいっぱいついてる感じが可愛いかもしれませんねってちょっと気持ち悪すぎましたねこれ。なんか帽子にまでつけたら完全に別の生物に体を乗っ取られた感じになっちゃいましたやばいやばい。あ、そうだ、ツインテールくんはタイダちゃんを献身的にお世話する愛に溢れたクリーチャーなので、全身をハートマークでデコっちゃいましょうか。こんな感じ、これいいんじゃないでしょうか。いやー、なんか途中から完全にこのツインテール違う生命体の設定になってきちゃいましたね。もう別の生物ってことにしちゃいましょう。ツインテールの悪魔ってことで、さあ本体の方も少しだけ細かい部分加筆していきますね。さて、おおよそのシルエットができましたので、色を塗るために線画を描いていきます。まあ、特にここはなぞっていくだけなのでコツとかはないです。サクサクと進めていきましょう。はい、線画ができました。ポイント2、色を絞る。さあここで一旦ミニキャラのまま色を塗ってみましょう。頭身が高くなってから色を塗ると扱う情報が急に多くなりますので難しいです。まずはミニキャラのままおおよその色のバランスをとっていきましょう。でね、キャラクターの色を決めていく際に重要なのが本日の2つ目のポイント、色を絞るです。どのくらいに絞ればいいのかというと、大まかに分けて3色ですね。キャラクター全体で一番面積が多いベースカラー、その次に面積が多いアソートカラー、そして一番面積が少ないアクセントカラー、それぞれ何パーセントぐらいがちょうどいいっていうのはまあ一応あるんですが、そこまで細かいことは置いておいて、とにかくこの大まかに分けて3色、そこまで色を絞るっていうのがキャラクターをデザインする上では大事です。まずはもう最初にこのキャラ、タイダの悪魔ちゃんは白っぽいキャラにするっていう風に決めていたので、とにかく全身を白でバーッと塗っちゃいます。肌色も遠目には白色と感じるように明るめの肌色に着彩していきます。で、次に黒も入れるっていう風に決めているので、白よりは少ない面積で黒を入れていくことにしますね。ここではとりあえず帽子を黒にしました。で、さらにピンク色、ピンクはこの子の内臓の色というか内側の色、これをピンクにしようと思っているので、目とツインテールの先っぽの部分、あとは巻いている髪の毛の内側や折り返しの色をピンクっぽい色にしていきたいと思います。あ、ちょっと黒の面積が少なすぎるので服の部分もやっぱり黒にすることにしました。あともうちょっと黒が欲しいんですが、どこにしようかなっていう風に眺めてみて、このハートの部分ですね、ここの先端部分だけ黒いハートマークにすることでちょっとこうまだらな斑点模様に見えて悪魔っぽい気持ち悪さが出るんじゃないかなっていう風に思ってやってみました。こんな感じで白が一番多め、黒が次に多くて、ピンクが差し色みたいな感じに大まかに分けて3色でバランスをとっていくと、キャラクターの配色を考える上ではとても考えやすいです。ポイント3、そのキャラらしいポージング。さあそしたらですね、ここから頭身を上げて改めてキャラクターを描いていってみる段階に移ります。ポイントとなるのは本日最後のポイント、そのキャラらしいポージングも同時に考えて描いてみることです。というのはですね、いくらデザインの段階とはいえ、ただ単にまっすぐ立っているだけのデザイン画だと、そのキャラらしさ、キャラクター性がいまいち見えてこないことが多いんですね。なのでデザイン画の段階である程度そのキャラらしいポージングをつけてあげるっていうことが重要なんです。え、そのキャラらしいポージングってどう考えればいいのって思った人も多いと思うので、その辺について少し解説するとですね、例えば一番わかりやすいのが、そのキャラが得意なことをさせるっていうことですね。例えば猫みたいなキャラだったらひっかきポーズだったり、あとは戦いが好きなキャラだったらファイティングポーズみたいに。でももしそういうのが見当たらないキャラの場合、例えばこのタイダの悪魔ちゃんの場合には
はだらしがないっていう何にもしないのがアイデンティティなので、そもそも得意なポーズっていうのがないですよね。こういったおとなしそうなキャラクターの場合にはできることを考えていくのではなく、むしろできないことを強調するのもいいですね。例えばこのキャラは究極な面倒くさがりなので、自分では何もしないというのがこの子の個性です。なのでめちゃくちゃだらけている感じの寝そべりポーズとかでもいいですね。まあ、今回はですね、あまり角度をつけた絵だとデザイン画としてはちょっと分かりにくくなってしまうので、こんな感じであくびをしているポーズに留めてみました。本当はね、途中もっとだらけた寝そべりポーズにしてこんな絵にしようかなとも思ったんですが、この絵だとデザインじゃなくて一枚絵というか演出まで踏み込んでいきそうだったので、今回はこっちのポーズを採用しました。で、タイダちゃんは何もしない代わりにツインテールくんの方はうにょうにょと忙しく動き回って、タイダちゃんの身の回りのこと全部やってくれるみたいにしようかなって思っているので、それがさらに分かりやすくなるようにこんな風にツインテールの途中から枝分かれした触手を追加して、お茶を入れたりお茶菓子を準備したりしてタイダちゃんに世話を焼いてくれている絵にしていきましょうか。これですね、僕がなぜキャラクターのできることだけじゃなくできないことにも目を向けるようになったのかというと、昔ですね、キャラクターが全然描けなかった時に柔らか戦車の作者ラレコさんに相談したことがあったんですね。ラレコさん、キャラクターが全然描けないんです、なんかコツとかないですか？そうだな、キャラってその子が得意なことだけ考えても魅力ってね出ないんだよ。むしろできないこととか不得意なことをきちっと設定してあげて、その不得意なことに立ち向かわなきゃいけない、でも一体どうするのっていう、そういうところを考えてあげるとキャラクターはよりキャラクターらしくなるんだよっていうね、アドバイスをいただいたことがあったんですね。いやーでもね、そう考えると柔らか戦車って戦車のくせに柔らかいっていう、戦車らしいこと一切できないですからね。まさにできないことで構成されたキャラクターと言えると思います。いやだからあんなに応援したくなっちゃう魅力あふれるキャラクターなんですよね。あの言葉はすごく勉強になりました。はい、という感じでほとんどのキャラクターの造形が出来上がりましたので、ここからは単純作業ですね。線画を整えて色を塗っていく段階です。まあデザイン画なのでね、そんなにきちっと整えなくてもいいといえばいいんですが、デザイン画をしっかり描いておくことでその後に描くイラストも描きやすくなりますから、今回はしっかりと仕上げていきたいと思います。チビキャラである程度イメージが固まっていますので、頭身を上げてもスムーズに描き進めていってるのがお分かりいただけると思います。あとは頭身を上げたことでどうしても細部が物足りなくなっちゃう場合がありますので、その場合にはさらにイメージを膨らませてディティールを詰めていくのもありですね。例えば服のステッチ、縫い目の部分だったり、ボタンの数だったり、あとは服の柄とかも追加してもいいかもしれませんね。チビキャラの時に設定した色を塗っていき、最後簡単に陰影を追加していったら、はい、今回のキャラクターデザイン、タイダの悪魔ちゃん完成です。はい、いかがだったでしょうか。いきなり頭身の高いキャラクターデザインを考えていくのではなく、あらかじめ頭身の低いチビキャラの状態でシルエットを整えていくこと、そして色についてはたくさんの色をふんだんに使ってカラフルにしていくのももちろんいいんですが、その結果なかなかまとめることができないという方はですね、今回紹介した大まかに分けて3色、ベースカラー、アソートカラー、アクセントカラーの3色、この3色に色を整理して着色してみるとまとめやすくなると思います。で、そこまで考えてから頭身の高いキャラクターを描いてみることで、これね、やってみたことがない人は一度やってみてほしいんですけど、もうびっくりするぐらいキャラクターが描きやすくなるんですよ。で、その際に重要なのはそのキャラクターらしいポージング、中でもそのキャラができないこと、苦手なことをポージングに反映することによってもそのキャラの魅力を引き出すことができるという話をしてきました。いかがだったでしょうか。今回紹介したキャラクターデザインのコツ3点、本日紹介した点を踏まえてキャラクターデザインをしていただくことで、今までなかなかデザインがまとまらないという方でも圧倒的にデザインがしやすくなると思います。ぜひ試してみてくださいね。それとキャラクターデザインができたら、次は1枚絵のイラストを描きたくなると思うんですが、イラストはなぁ構図が苦手なんだよなぁという人はこちらの動画、プロ直伝絵がうまく見えちゃう構図教えますがおすすめです。キャラクターを
魅力的に見せたい時に、僕がここぞという時によく使う構図を5つ紹介しております。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。